はいみなさんどうもみてティです。どうもどうも。今日はですね、不等式のお話ししていきたいと思います。中学以来ずっと等式とセットで不等式っていうのは扱うと思うんですね。まあ中3ぐらいですかね、不等式っていうのは出てくると思うんですけど、まあちょっとふにゃっとしているなと、等式に比べてふにゃっとしているなという印象があるかもしれないんですけど、実はそんなことなくて、割と具体的なんだっていうような、ようなお話とか、実はコンテクスト、文脈によってかなり不等式の捉え方って変わってくるっていう注意をお話ししていきたいと思います。まあ高校作とか塾とかとね、よくこういうこと言われると思うんですけど、まあ、改めて注意というか、MT 流のというかね、ちょっと 注意をしておきたいと思いますで、投資機からのお話をまずしましょう投資機って皆さん不投資機に比べてかなり カチッとしているというか、もうそりゃそうだろうっていうような思いがあるかもしれないんですけど、実は等式も結構怪しいんですよ。というのは、あらゆる集合とか複素数だろうと、実数だろうと、なんだろうと、なんか多項式だろうと、数式だろうと、イコールって言われたらイコールだろうって思ってるんですけど、この等しいって何だろうって考え出すと結構キリがないんですね。で、そういうものはちょっと忘れて、まあ等しいって素朴にあるよねっていうような考え方で、まあ等しいっていう記号としてイコール使うわけですよね。ですからまあ、これ実は意外とふにゃっとしてるんですよ。まあ、そう等式が一度確立されてしまえば意外とカチッとしてるんですけど、そも,そも 不等式ってなんだろうって思って、結構ふにゃっとしているんですねで。一方でふにゃっとしていると思われる不等号というのは、実はカチッとしているんだというと、ちょっとし語弊があるというか、不思議に思われるかもしれないんですけど、実は不等式っていうのは、高校数学まででは基本的には実数の中でしか考えません。複素数の中での不等式というのは、基本的には考えないんですよね。いや、あるよって思われる方は、絶対値とか取ってるので、気をつけてください。で、他にも、まあ、その絶対値を取らない人も、多項式の代償関係、実数においての代償関係というのが定義できなくはないんですけど。これが実数の中におけるような、こう一列。 なんて、二つの数を絶対比べられるっていうような世界ではないので。まあ、基本的には、不等式を扱う世界っていうのは、基本的に実数なわけなんですよね。高校数学までにおいてはね。で、という意味では、いろんな集合とか考えないんですね。複素数,数とか多項式とかも、図形、A、とか、そういうものにおいては。統合不等法というのは考えないで。むしろ考えてるのは、実数の中がベースなわけです。他のがないとは言ってませんよ。ってないんですけど、基本的には、モデルとしては、こういうものを扱っているわけです。整数とか自然数とか、有理数においても、全部実数の中に埋め込んで考えちゃう。 基本的に実数が舞台なんですねそういうい意味では先ほどの等等式式とと違違っっててていいいろんんなな集合ででで考考ええるのののは等式と違ってもう実数の中だけでしか考えていないんですねその上において、まあ、等式もあれば不等式もあるということなんですけど、この不等式というのが、そういう意味ではカチッとしている一方で、皆さんがふにゃふにゃという印象を持っているというのは、むしろその概念との形成のところではなくって、コンテクストにおけるふにゃっとした感覚がちょっと困るということなんですよね。そこのお話、こっからが本番なんですけどし、していきたいと思います。例えば、条件としての、なんか不等 が3以上であるっていうような条件の場合これ3以上であるようなところ全てを動くということなのか果たして3以上であるという淡々と言ってるのかって結構違うなわけです例えば関数の記号で y イコール fx イコール 3x とかしておきましょうか3が出ま出過ぎかなえっと y まあ普通に fx イコール x っていう普通の傾き1のものを考えてみましょうか普通の関数なんですけど これで X が3以上しか動かないっていうような言われた場合には、そのグラフの中でこう3以上右側のところっていうところを考えているわけですけど、この場合はむしろ3以上全体動くわけですね。関数としての定義域を表しているということになります。一方で、あの全然関数と関係なく、X が3以上であれば2以上であるっていうような、こう、願意命題みたいなものがあったりしますよね。これについての3以上というのは決して3.11であるとか、そういう3ギリギリまで行くという話はしていないんですね。少なくとも3以上であれば2 以上であるという話をしているわけですその3以上であるこの定義域としてうにゃっと全体を動くということではないしもう3以上の全ての数ということではなくて単に3以上であるベタっというようなお話なんです x が100でもいいし200万でもいいし3.5でもいいし何でもいいんですけど少なくとも3以上でありさえすれば2以上であるという単なる含意を示しているに過ぎないんですねこう結構大きな違いなんですねで一方で最小値としての表記とかもあるんですね例えば先ほどの y イコール fx イコール x で x が3以上だったら y も3以上というふうなことになるわけです でこの時は、まあ、y が、あの、最小値が3ということになるわけですね。3以上という定義域においては、3より大きいという定義域においては、最小値はないという、ちょっと便宜上のものがありますけど、そういうことではなく、今、そういうことが言いたいのではなくて、最小値として y が3以上である、さあ3であるとか、y が3以上であるという不等式は何を意味しているかというと、地域が3以上だということを言っているんですね。先ほどは x の方で定義域全体動くっていう意味で、1個目の例としては言ったんですけど、今度は3以上である地域の方なんですね。この地域といった場合には、もちろん3 2 2以上であるから2以上上でででであああるるるかからららだ最小値はっって言ったらやばいんですよ地域というのは実は集合全体を表してその全体を動くというところがあるんですね。なのでこういうところで定義域とか地域の問題、そして条件としての問題というようなものとか最小値としての問題というのがあるんですね。そういうところが色々あるんです。最小値というのは実はその地域の一番 <laughs>、の一番ちっちゃいところがきちんと実現可能かということまで含めるので、実は最小値というのはその単純な不等式以上の現実、実現可能かという問題を含むので、ここは実はちょっと違う問題なんですね。とはいえ、 全て不等式という記号で、あの、統一的に語られてしまう、表記してしまう。まあ、便利だからですよね。便利だから使っちゃうんですけど、実はいろいろなものが、このコンテクストによって、文脈によって意味が変わってきてしまうというのが、ちょっと恐ろしいところなんです。便利だから、もう分けようぜとかそういうことはあの、思わないでください。非常に便利なので、こういう書き方をしてしまうのは仕方ないんです。仕方ないんだけど、きちんと違いを分かって使わないと大変なことになるということなんですね。まあ、よくね、相加相乗平均の問題とかってあるじゃないですか。なんか X、X たせ X 分の1。まあ、もちろん X を のの範囲動く時に x x 分の1が2以上で、あるみたいなこうで統合成立条件が x が x 1ですかねでそういうようなものとかあると思うんですけど、あれっていうのは2以上である。少なくともそういうことを言っているんであって、決して2が最小値であるということはまだ担保されていないわけです。で、X が1の時に2を取る得るので、まあ一応、一応2以上で、かつ、まあビッチっと2を取りますよ。で、その、それ以上のところでその間が飛ぶか飛ばないかっていうのは、実はまだ議論していないんですね。もちろん連続関数ですから、ビタッと全部地域としては、 2以上のところ全部取るんですけど、でも、あの、そういうことはまだ話していない。最小限、今言えたことっていうのは、総加相乗平均の前半部分で言えたことは、2以上である、ということしか条件として言えていないんですね。まあ、地域全体用の話はまだしていないんですね。そして2をきちんと取れるかっていうのが最小値の問題であり、それ以上の点をすべて、え、逆像として含むかどうかっていうのは、また別の問題だということです。こういうふうにして、こう、不等式とパッと表したとしても、本当に色々な問題が実はあって、ちょっとやりにくいんですよね。定義域としての地域も、 考え方地域としての考え方、そして、あの、あなんか集合としての考え方とか、最小値の時はどうのっていう、こういう分類そのものに実は価値がないんです。で、あなんかね、時々指導の,のにおいては、そういう違いをお分かっているやつだけが、大学受験に合格できるみたいなこと、アホみたいなこと言う人がいるんですけど、まあ、それを理解するぐらいの努力がないとダメだということなんですけど、その雑多の細かい分類というのは実は数学的には本質的なことはなくて、不等式というのがそもそも何を意味しているのかということさえ理解してしまえば、そういうところはど,どうでもよろしいことなんですね。 そういう違いをきちんと文脈の中でしか実は答えられないので、この文脈の時はこう、この文脈の時はこうっていうのがそもそもバカらしいので、そういう、あの、ちょっと気をつけていただきたいということなんです。まあ、条件として、え、最小値として、え、定義域地域としてっていうふうなざっくりとした考え方さえ注意が必要だっていうことをさえ認識していれば、そういう不等式が出てきた時に、あ、これどういうコンテクストで言っているんだろうという身構えさえできるようになったとすれば、そういう習慣ができたとすれば、それはもう100点満点だというか、特に問題は来たさないということなんですね。むしろ、なんかこのパターンはこう、もう一回言いますね。 このパターンはこうみたいなことでやっておくと、ちょっと頭が硬くなるという硬直化してしまうので、そういう人はむしろ多分変なところで足元救われたりするので気をつけてくださいというような感じでした。まあ割と高校数学クりのお話をしてしまいましたけれども、まあ大学サー的なお話をちょっと、もうちょっと先のお話しておくと、不等式とか不等号というのは実は定義できる定義できないという問題がまず第一にある。 定義できるようなところ、例えば実数っていうものが非常にありがたいし、実は全順序集合というもので、実数というのはね、二つの <laughs> 数を取ってきた時に必ず比較できるんですね。一般にはそういうふうなことは言えません。まあ、集合のところでもよく出てくると思うんですけど、一般には二つの集合を取ったところで、どっちかがどっちかに含まれる、含まれないっていう話は、実はあ、比べられないっていうこともあるわけですよ。まあ、あなたの身長と僕の体重を比べようって言ったら比べられないですよね。同じ土俵にないわけです。で定義できるか定義できないかっていう問題と、それがどういう性質を持っているかっていうこと、を二つの問題があって、 でそういうところをきちんと効率的に扱う。そういうふうにすれば一応多項式においてもリーディングタームにおける代償関係とかそういうものとか、あとはこう時数についての代償関係というか、まあ実はその代償関係の定義の仕方さえもいろいろ出てくるんだっていうようなこととか、重みつきとかそういうことになってくるわけですね。そこまではまあ実は望まれていないわけです。基本的には代償関係というのは時数の中でしか、基本的には考えません、高校まででおいては。で、それで全然構わないんですが、問題はそこではなくて、時数以外のものがあるとかそういうことではなくって、 大小関係不統合については文脈こそ、おお主たる目的であるというか、かなり大きな違う生むんだということはちょっと気をつけていただきたいというわけなんですね。まあ、いろいろな書籍が出ておりまして、なんか、なんだっけ、あの、答案の書き方みたいな本にも確か書いてあったと思うんですけど、文社のね。まあ、あの、そこ、あそこも一読してもいいと思うんですけど、参考までにね。ただ、その、あれが全てだというわけではないというか、文脈次第だということは、ぜひ押さえておいてください。そうすると、軟弱、やーなー、みたいなことを思われるかもしれないんですけど、もう仕方ない。もう嘘は言えないというか、 まあ難しいことは難しいときちんと言わないとか難しいことは簡単だって言ったら詐欺師と同じですからね、まあ、それちょっと気をつけてあの、えー、皆さん各自で気をつけていただきたいというわけでございました長くなってエモーションも恐縮でございますが次のぜ動画もぜひともご覧くださいさよなら